お疲れ様です。さあ今から全日本の少年サッカー大会クラブ初出場ということで U12 の選手たちにめっちゃ練習してますけど、この練習を止めて3本勝負の対決をして子どもたちを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。一応祝福ということで、はい、すげえ止めづらい。こんにちは。ちょっと集まってもらってもいいですか。すいません、練習の途中に。いやいやいや、皆さんこんばんは。さあ今日僕は何で来たかというと分かりますか。鹿児島に内定した FC U12 できてから初めて全日本少年サッカー大会に出場しましたね。なのでお祝いの3本勝負にやってまいりました。監督コーチはいらっしゃらないですかね。あ、一応一言ずつもらいましょうか。はい、あの田上応援リーダーに負けないようにみんな頑張ってください。ありがとうございます。さあそして西岡監督お願いします。俺の T シャツ着てる。感謝。頑張っていこうぜ。さあ奥がね、キーパーコーチ安田12、ゴールキーパーコーチ三永です。よろしくお願いします。ありがとうございます。3本勝負、1つ目グランド式シュート対決、OK。2つ目、10秒で4つの的を何個取れるか、当てれるか、 OK。 最後は PK 対決、この3本でいきたいと思います。さあじゃあキャプテン、はい、スタートの掛け声お願いします。やっていきましょう。せーの。さあということで、イングランド式シュート対決からということだったんで、3名選手を選んでもらって8本ずつ、僕と対戦していきます。多くゴールを決めた方が勝ちということで、じゃあ3人誰ですか、出てきてください。なんかキックを重そうな3人が、じゃあこちらからじゃあ自己紹介お願いします。鹿児島ユナイテッド FC アンダー12の原田響です。よろしくお願いします。アクション、お願いします。鹿児島ユナイテッド FC アンダー12の今藤空太です。よろしくお願いします。おー、今藤さん、よく名前聞きましたよ。はい、鹿児島ユナイテッド FC U12 の田中ゆずきです。田中ゆずきくん、はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあ誰が行きましょう。最初ゆずきくんから。じゃあ先行後攻決めましょうか。最初はグー、じゃんけんポン、はい、グーショー。俺じゃあ先行でいきます。はい、はい、はい、よし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 、いいよ。1回目の対戦スタート。お願いします。ボールでいいぞ。やばい、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 お優しいって。もう弱いよ。おーい、ボールに頭にいいなって。あれ、持たせるやつ。おい、持たせろ。いや、もういい。やさしいって。おしゃー、おめえよ。おめえ、さあどうなる。やったー、すごいね。
ちゃめちゃうまい。ゴールデン。ゴールいいよ、優しいよ。おい、もっと度胸ない。ナイス、ナイスタッチ。よーし。4点目。はい、次行こう。6本目。次決めたら同点。いやー、ナイスキーパー。素晴らしい。さあ、7本目。7本目だよ。おー、同点。おー、同点になるんだね、今引き分け。ラスト、これ決めるわ。1勝目。ゆずき、ラスト。いやということで、ゆずき君今5本だったので、田中さんと引き分け。さあ次は今藤君と勝負していきましょう。どっちがいい？先攻後攻決めてよ。後攻 OK。 いただきましょう。お願いします。ここから。え、あ、あ、いい。え、あ、あ、いい。あら、2本目。バニバラビ。左、左、左。あ、やばい。今のはいいよ。オッケー、俺動けないからね。オッケーオッケー。ごめん。優しい優しい。みんなに勝ってほしいけど。おいいねいいね。トラップいいね。八本目。さああと三本だ。よいよい。よい。今出てたのでノーゴールということで3本チャンス来たね。さあ次今藤さんの番ですよ。今藤さん3本。キーパー頑張れ、キーパー頑張れ。あー、オッケーオッケー。次4本目。みんな仲間なのか敵なのか分かんなくなってる。おーい、いつもの今藤さん。さあ3本目。さあ4本目。さあいいね、優しいね。キーパー。キーパー。いいボール。今入ってたね。入ってた入ってた。今入ってた。残り今3点です。いいね、こじって。見てくる。これ決めれば勝ちだよ。俺と同じパターンだ。ラスト。俺と同じパターン。来た。ほら決めれば、決めれば勝つ。やばいですよ今藤さん。ここ決めればっていうところ。3対3だったので引き分けです。ということはもう対象戦ですね。じゃあ先攻、ここどっちがいいですか。ここです。ここ、ここでいいよ。わかりました、お願いします。ジーボン、ジーボン、ジーボン、ジーボン。いやいや4! OK! 1本で4点。こっちからしか
っしゃー、ナイス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 、オーケー、勝った、勝った、何本だった？1本、よし、ストーリーキーパーします。キーパー、さあ、それではラスト、ラスト、やばいなこれ、わっしょいわっしょい、いやめっちゃ進むよ、めっちゃ進むよ、3本目決めろ、キャッチキャッチキャッチ、めっちゃ進む、うまいうまい、タイミングずらした、キリキコースよ、まるしょうかね、はい、こっちから、じゃあお願いします。鹿児島ユナイテッド FC U12 山田智也です、よろしくお願いします。はい、山田智也くん、お願いします。どうぞ。鹿児島ユナイテッド FC アンダー12の若松エイラです、よろしくお願いします。若松くん、素晴らしい、いい挨拶です。さあ最後お願いします。鹿児島ユナイテッド FC U12 の多田晴千佳です、よろしくお願いします。いける、さあということで、じゃあバット当て対決はボーラス、これはもう20秒、僕は両方当ててればもう勝ちですから、 OK。 さあそれでは一番手若松くんのチャレンジ、僕は20秒測っておきますんで、いいですか、よーい、スタート。いや、おじゃおじゃおじゃ、いや、いい、やばい、落ち着け、いくわ、でも落ち着け、落ち着け、落ち着け、おー、マジック、マジック、シュート、いいね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 、小学生はグランダー OK なんで1ポイント、おめでとうございます。練習で聞いてたけど、2番手、多田さん、練習で聞いてたけど、多田さん、じゃあ多田さん、レディーゴー、おい、オッケー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 、オいや、ありがとうございます。さあ、多田さんが2本ゲット、ラストは山田選手、山田選手、カメラに向かって何個取りますか、20秒で。4個取ります。いやー、すごい。さあ、それでは山田選手のチャレンジです、レディーゴー。待て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 
最後にしっかり1個取ってきましたから。タヌさんが3個取ったらこの勝負タヌさんの勝ちになります。目標何個ですか？目標4つですよ。3つまでは取ったことあるから。え、ゴロ禁止なんですか？タヌさんゴロ禁止です。さあ、元プロ選手がゴロで蹴ってさ当てても嬉しくないでしょ。はい、それはもうゴロなしでいきますから。さあ、タヌさんが3つ以上取った場合は僕の勝ちになります。さあ、喜ぶとこじゃないから。えーっていうとこだよ。マジ？さあ、タヌさんのチャレンジ、レディーゴー。おい、顔面ブロック、あ、やばい、全然違う。20秒数えてる。やばい、でも、全然見る暇がない。やばい、やばい、よっしゃ、勝った。あ、やばい、おこえ、ただいとか大敗してしまいましたので、はい、もう勝利は決まってるんですけど、はい、まあ、1本ぐらい勝って帰りたいよね。はい、ということで PK 対決やっていきたいと思います。3対3で勝負していきたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。タルノシュートです。タルノシュート君、ゴールキーパーやってますね。はい、ただ今ちょっとね手を怪我してしまってるんで今日はキッカーとして頑張ってくれます。じゃあ次お願いします。鹿児島ユナイテッド今村圭介です。よろしくお願いします。おー、素晴らしい、ありがとうございます。さあ、お願いします。鹿児島ユナイテッドの鳥越翔太です。お願いします。お、例の鳥越くんか。はい、いっぱい点を取ってる。素晴らしい活躍でしたね。さあ、そして、この U12 チームのキーパー、鹿児島ユナイテッドの松本レオです。松本レオくん、よろしくお願いします。キーパーで入ってくれます。さあ、そして僕ちょっとね肉離れを起こしてしまってる関係でキーパーをやってくれる選手が3人いますので、改めてじゃあもう一回キーパーをやります。はい、はい、鹿児島ユナイテッド SC アンダー12の原田響です。原田くん、今日2回目の登場でした。はい、そして鹿児島ユナイテッド SC の途中ドラマの今とおそるたです。自分の背番号忘れかけてましたね。お願いします。鹿児島ユナイテッドアンダー12の堀之師匠です。ブラボー。おお、ブラボー出ました。はい、ということでじゃあ対戦やっていきたいと思います。じゃあ U12 チーム先行で最初のキッカーはじゃあどなたからいきましょう。タルノさん。さあ、タルノさんのキックでこの PK 大会幕を開けます。さあ、タルノ選手、一本目。いや、全部止めていいよ。どうぞ。おー、ナイスゴール。さあ、堀越選手、これを決めたら U12
完全勝利が決まります。審議ちょっと大人の事情を言うと、あの2回触ってることになるんですよね。今ダブルタッチになるんだよね今のキック。じゃあちょっと監督に決めてもらいましょうか今の。あの棚上的には結構あのダブルタッチに見えてしまって PK2 回したの何ですか。そうですね、まあゲームを面白くする意味ということで。俺じゃなっちゃう。翔太もう一本行こう。最後トリコフ決めたら勝ちなんでキーパー僕やります。皆さんお疲れ様でした。素晴らしい技術とメンタルの強さ日々鍛えてるんだなというのが伝わりました。田野さんから一つみんなに言葉のプレゼントをしようかなと思って今日来ました。いいですか、はい、みんな夢ありますか、はい、将来の夢、はい、僕は小学校の時サッカー選手になりたくて、でも身長ちっちゃくてあの喘息って大きな病気持ってて足も遅くてバカにされてました。中学校に上がってほとんど試合も出れませんでした。でもサッカーが好きで楽しくて、だからこそ一生懸命練習もするし努力もいっぱいしました。諦めずに続けてきたおかげで最終的にこのサッカー選手になれました。30歳で J リーガーになれました。だからみんなにこれから伝えたいことは、自分の好きなこと楽しいこと、これを絶対にチャレンジしてほしい。 OK、 なぜかって言ったら人生僕もみんなも一緒、一度きりなの。一回しかない人生だから自分がやりたいことをとことんやる。その中でみんながなんでできてるかって言ったら、見てお父さんお母さんいるでしょ、ああいう人たちが支えてくれるおかげでできてる。だからそこにありがとうって気持ちを忘れないこと。 OK、 なぜそのありがとうって気持ちが大事かというと、試合中苦しくなることあるでしょ、きつくなることある、ああもうこいつに勝てねえなって思うことあるでしょ、でも頑張んないといけないって一歩足が出る人は感謝の気持ちを持ててる。お父さんお母さんありがとう、おじいちゃんおばあちゃんありがとう、兄弟ありがとう、監督コーチもそうだし、ありがとうって気持ちがあると、あの人のために頑張ろうと思うから足が一歩動く。勉強も全部同じだから、感謝の気持ちを持ってると強い人になる。 OK、はい、なのでそこ、好きなことをとことん一生懸命、なんで人生一度きりじゃん、自分の人生自分が主人公だから。 OK、はい、でそのためにじゃあ自分がどうしないといけないか、いろんな人が支えてくれてるからサッカーができる、そこに感謝の気持ちを持って頑張る。そしたら周りの人、自分みんな幸せで笑顔になるから。OK、 はい、好きなこととことん頑張ってください。いいですか。はい、さあということで最後はあっちにいつもの言葉で締めましょう。いいですか。はい、さあそれではみんなのこれから輝かしい未来と2023シーズンのユナイテッドの活躍を記念して最後はこの言葉で、せーの、いただき、いただきます。何言ってんの、いただきます。今年のスローガン、いただき、そう、いただきソウル、わかった。はい、さあということでテイク2、2023シーズンみんなの幸せとユナイテッドの躍進を願って、いただき、そう。